国会では今日から参議院の予算委員会が始まり、野党側は自民・公明両党の議員2人が緊急事態宣言下で午後8時以降に外出していたことなどについて追及しました。国会記者会館から中継です。今日の参議院予算委員会の冒頭で、野党側から与党議員が銀座のクラブなどを訪れていたことを追及され、菅総理大臣は大変申し訳ないと陳謝しました。飲食を伴う会合への参加を控えること、また8時以降の不要不急の外出自粛の徹底、これを自民党の所属全議員に対して自粛令として出されたんじゃないんですか。このような事態が発生したことについては大変申し訳なく思います。菅総理はこのように述べた上で、自民党所属の松本純議員の処分については、幹事長の下でしっかりとこれから対応させていただきたいと述べました。一方、参考人として出席した政府の新型コロナ対策分科会の尾身会長は、今週末あるいは来週初めに緊急事態宣言の効果が分かる、その結果が解除の方法や時期に影響を及ぼすとの認識を示しました。参議院の予算委員会は明日まで行われる予定で、野党側は引き続きワクチン接種体制の準備状況やGoTo トラベル事業の予算などについて政府を追及する構えです。以上、中継でした。